大谷直近5試合で打率1割6分7厘か。この OPS は結果、大谷翔平直近5試合1割6分7厘1本2打点 OPS1.107。 脳がバグる。はい、あ、これなんで長打あったっけ。四球と三振とホームランしかないんか。基本全打席出塁やからな。四球多かったからか。四球で出塁率爆上げ。あ、そういうことか、納得や。最近も試合で12打数2安打で本塁打と三塁打の2安打。やっぱ打率ってクソ指標だわ。打率や単打の数なんでどうでもええな。出塁率と長打率しか勝たん。ようやっとる。甘い球来ないのによう打ち気を抑えてボール見えてるもんな。しかも打てる球は仕留めるし。ありとすごい。いや相当すげえ。出塁率すごいことになってそう。昨日切れてたのはどうしたん。ボール球ストライクにされて三振して切れてた。またクソ判定か。逆に大谷がイラつく理由ってそれくらいよな。こいつホームラン打てばいいと思ってるだろ。6月に続いて今月も16試合で6ホームラン打ってるんで、地味に60本ペースで打ってるんやな。7月中にあと5本くらい打っときたいな。オールスターで休みもあって16試合6本だぞ。オールスターがあって試合数は少ないが、あと4本打って月間10本打てれば8月9月につながり60本も見えてくる。一昨年見れなかった。10勝50本見てみたいわマジで。 OPS1 超えて不調とか言われるの大谷ぐらいやろ。めちゃくちゃ警戒されてるから普通に頑張ってるわ。一昨年は後半戦がっくり落としたからそこは心配やな。ホームラン50本と OPS1 超えたままシーズン終わってほしい。大谷ならいけるやろ。マジで頑張ってほしいな。